ちょっとすごくないですかここ。津田さんの作品どうですか。そうです、もう全て手作りのものばかりだものですから、葉っぱ一枚一枚全部作って。細かー、うわ綺麗。あえてちっちゃい大きいをいっぱい混ぜながら作っていくんですね。これ全部手書きです。これを元に実際に形作っていく、はい、角度をちゃんとしないといけないんです。石を叩いて奥に入れて、それでまた角度を変えて。繊細、ちょっと想像を超えすぎてびっくりした。